夏野菜のキュウリは世界一栄養がない果実としてギネスブックにも載っています。ダイエットをしている方の嬉しい味方ですね。キュウリは 90% 以上が水分で、汗をかく暑い夏にぴったりの野菜です。キュウリに多く含まれるカリウムには利尿作用があり、余分な塩分も一緒に排出してくれます。千切りにする際は大きく斜めに薄切りにしてから刺しながら細く切ります。こうすると両端に皮の緑色が残って綺麗です。冷やし中華やバンバンジーなどにすると美味しいですね。またかち割りにしてごま油と塩で和えるたたききゅうりも簡単な一品になります。他にも浅漬けやぬか漬け、暑い日は冷や汁もおすすめですよ。きゅうりの表面に白い粉がついていることがありますが、これは農薬ではありません。ブルームといってきゅうりを保護する老物質です。洗い落とさずにそのまま保存しましょう。きゅうりは寒さが苦手なので、冷蔵庫の野菜室の冷気が当たらないところへ入れましょう。水分も多いので傷みも早いです。早めに食べるようにしましょう。